2日目のボートレース唐津 G1 ダイヤモンドカップ。昨日の初日とは打って変わって青空の広がる競争水面に予選競争第4レースのメンバーが登場してきました。4レースは1号艇福岡の西山貴博、2号艇三重の松尾博夢、3号艇佐賀の深川慎二、4号艇佐賀の森永純、5号艇東京の永井氷也、6号艇香川の森高一馬。以上6名による対戦です。本番もどうやら枠なりとなりそうです。人気は1号艇西山貴博に集まっています。昨日のドリームファーストは角4コースからトップスタートを放ちましたが、さすがにあの風の中では攻めきれませんでした。しかしこの陰線もスタート決め手の逃げ切りに期待の票が集まっています。1号艇西山が1コース、2コースには2号艇の松尾博夢です。3コースに3号艇の深川慎二、ここは動かず定番通りとなります。知り尽くした地元水面3コースから、4コース角も地元です。4号艇の森永純、久々の実戦復帰が初日はあの水面でしたが、今日はこの伸びを生かせるでしょうか。4号艇森永角戦、5コースに5号艇の永井氷也、そして大外は6号艇の森高一馬です。昨日前半は握ってトップに迫る走りで2着、後半は3コースから果敢にまくっての1着でした。3対3で1コースから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。1番2番3番とスローの3艇きれいにスタート揃っています。出ていく1号艇の西山、1枠逃げる1号艇西山、まくる3号艇深川に刺して2号艇の松尾、バック側1番2番の突破争いとなっています。スタートは前艇正常でした。逃げた1号艇西山を刺して2号艇の松尾が捉えています。1番と2番突破争いでこれから2マークの攻防です。内側から2号艇の松尾が先に回ろうとするところ、外付け回ってくる1号艇の西山、2番と1番ほぼ同体で折り返してきました。ちょっと膨れた1号艇西山のうちには2号艇の松尾、さらには3号艇の深川もワンチャンス伺って上がってきています。2番1番の突破争いにすぐ後ろ3号艇の深川でこれから2周目1枠、ここも2号艇松尾に対し全速でつけばい1号艇の西山、1番と2番両者はまだ並んでいます。バックストレッチインコースに2号艇松尾博夢、外は1号艇西山貴博です。その後ろは水が来ました。3号艇深川に4号艇の森永が届いてきています。これから2周2枠、先頭争いは2号艇の松尾が先手を打つ。今度は刺してきた1号艇の西山、2番と1番ここもほぼ同体で折り返してきて、直線コースは1号艇の西山インコース、外に2号艇の松尾となりました。レースはすでに最終周回、後続は3号艇深川、4号艇森永、6号艇森高、5号艇永井です。3周1枠、1号艇西山に対し差し当たる2号艇の松尾、ここで1号艇の西山が前に出ました。ようやく単独トップに立ったのは1号艇の西山貴博、2番手2号艇松尾博夢、3番手は3号艇の深川慎二。上位体系1番2番3番でラストターパークです。先頭は意地を見せました1号艇の西山、最後も諦めず刺してくる2号艇松尾でしたが2番手、3番手は3号艇の深川、1、2、3で間もなくゴールです。先頭1番ゴーリン、2番ゴーリン、3番ゴーリン、4番6番ゴーリン、5番ゴーリンです。4レースを勝ちました西山貴博選手、疲れた、お疲れ様でした。疲れました。ナイスファイトでした。いやね、わざとわざと、わざと実況でもようやくトップに立ちましたって、はい、ね、じゃあそのレースを振り返っていきましょう。進入は枠なり3対3、西山選手はインコース、まあ、今日は、ね、追い風昨日ほどではないとはいえかなり強いみたいですね。そうですね、ゼロ台半ばですって。もうしっかり溜めていきました。はい、じゃあこの辺のスリットはどうでした今日。いやスリット余裕あるんですけど、ちょっと自分の思いのほか流れましたね。しっかり回ったつもりだったんですけど、はい、じゃあそれは船足の部分ってことなんですか。いやどうなんですかね、ちょっと合ってなかったのは合ってなかったですけど、その分伸びはいいですね。はい、そしてこの2マーク握ってきました。ちっきしょう思いましたね。ただその伸びはいいっておっしゃってたんですが、この辺なんか回る感じ、いや乗り心地とかいいんですけど、なんか反動が足りなかったんですかね。ただこの競った松尾選手との比べてみるとどんなことが言えそうですか。いや伸びは僕の方が良さそうですけど、出足は向こうの方がいいですね。一瞬のそうなるともう本当どっちも気を抜けない、このかぶり方の差ですな。
昭和な感じで昭和ですよ、昭和初期しかも、うん、いやでも本当にあのじゃあモーターとしては悪くはないイメージなんですね。モーター悪くないです、はい、うん、じゃあ今今後勝率ないんですけどね、はいはい、しっかり、はい、治ってます、はい、じゃあもう前件から忙しくされてましたけど、はい、まあ、プロペラも叩いたっておっしゃってました。もう大幅に叩きました、はい、じゃあ良くはなってるんですね。良くなってます、うん、じゃあ現状は伸びが良くて、はい、何か言えることありますか他に。いやいや伸びはいいですよ、うん、はい、あとはちょっとそれを意識してやってるんで、はいはい、じゃあ後半レースは8レース5号艇で登場となります、はい、もう一応いいとこ見せたいですね。そうですね、うん、いいとこ見せたいと思います。わかりました、はい、それではですね後半に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。昨日なんか石野さんがインタビューでね、はい、キュンとかやってました。でもね恥ずかしがっとキュンキュンいただきました、はい、ありがとうございます。見たか石野貴之西山選手のインタビューでした。4レースの競争成績です。1着1番西山貴博選手、2着2番松尾博夢選手、3着3番深川慎二選手、4着以下はご覧の通りです。